サンミッシェル大聖堂南西隣のユーロネクストブリュッセルユーロネクストブリュッセルはベルギーブリュッセルにある証券取引所ユーロネクストが運営している旧ブリュッセル証券取引所1801年にナポレオン・ボナパルトンの命により設立された長くブリュッセル証券取引所として使われた建物は百六十八年から百七十三年に かけて、ブリュッセル中心部のアンスパフ派通りの景観改修工事の一環として建築された。ネオルネサンス様式と第二帝国様式が組み合わされ、オーギュストロダンの彫刻が飾られた。2000年9月、アムステルダム証券取引所、パリ証券取引所との経営統合により、ユーロネクストが設立され、同社の運営となって以降、ユーロネクストブリュッセルの名称で呼ばれるようになった。 取引所の場所は、ブリュッセル証券取引所時代からは移転しており、現在は、サンミッシェル大聖堂の南西にある。ベル20は、ユーロネクストブリュッセルで取引される、ベルギーのプライム市場の主要20企業で構成する、自家総額加重平均型の株価指数である。他に、ベルミットインデックス、ベルスモールインデックス、ベルオール、シェアインデックスなどがある。コンタクトアス。 ユーロネクスト、2017年12月4日閲覧、ブルッセル証券取引書に関するカテゴリー、ありがとうございます。